よしとりあえずは、スマジンともたいちゃんやったです。今回はですね、M4 が無反動にならない設定をね、解説していきたいと思います。ぜひ参考になったら、高評価とチャンネル登録マジでよろしくお願いします。ということで、通常マッチしていきながらやばい。危なすぎよしよしよし。なんとかやっていくと。まあ、まずは M4 欲しいね。じゃ、一旦この家やっちゃうか。2階っぽいな。武器持ち替えてんな。さあ2階、まだ2階、はい、オッケーよしよし。いや16階、 M4 持ってる敵、お、いるぞ、敵はいる。ただ M4 持ってるかどうかだな。オッケー、これ27じゃん。これ 100%27 なんだよな、銃声が。うわ、27だ、渋すぎ。はい、じゃあ次の敵行こう。お、これだ、これ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 、やばい。あれはボットだ、あれはボットだ。よかったよかった。じゃあ一旦プレイヤーからやっちゃうか。こっちのね、ヘイラにいるかな。さあ行こう、1対1。さあ MP5 持ってんね。痛すぎ。はい、ゴリ押し。あれな、焦った。 M4 が無反動にならない設定1、端末が重くなってしまっている。端末が重いと M4A は無反動にすることができません。この場合はですね、まずメモリ解放アプリ、まあ何でもいいんですけども、僕が使っているのはシーサイトというやつですね。まあ何でもいいです。このメモリーがすごく大事で、今ね1568あるうちの1378使ってますよっていうことなんだけども、これがね声コードしてるうちにどんどんね重くなってきて、1568の1555とかなっちゃったりするんだよね。そういう時にメモリ解放するようにしてください。 C サイトに関しては別の動画でね詳しく解説してるんで、C サイトが気になる方は概要欄からチェックしてください。で、まあメモリ解放アプリ使うタイミングは待機場とか、あと安全地帯の中で敵が絶対来ないだろうみたいな、そういった時にちょっと重いなって感じたら C サイトとかメモリ解放アプリ使ってみてください。あ、やり合ってるぞ。弓は飛んできてない？あ、やり合ってる、いるよ敵。M4 持ってるかな。OK? どっかからね、弓矢が飛んできてたんだよね。うわ、M4 じゃないな。痛い、痛すぎ。しゃあ、いっか。ワンチャン、あの、弓の敵、M4 持ってるかもしんないしな。敵殺すよ。ここです。はい、OK。ワンチャンある。16回。いや、渋いな、マジで物資。あ、車走ってる。ワンチャン M4 持ってんじゃね。とりあえずやるか。さあ、追いかけていこう。何あの車、初めて見たかもしんない。さあ、止まるかこれ。あ、こう切った。あ、なんか止まってるぞ。えい。あ、危ねえ、ナイス。うわ。M4 じゃない。渋すぎだろ。本当に渋いんだけど。M4 が無反動にならない設定。二つ目。画質設定が高い。画質設定ね。今、HD 最高、超高、UHD 標準って感じですけども、これだとね、高いんですよね。高すぎる。最新端末使ってる人はね、この画質設定でも全然いいと思うんだけども、普通の場合はね、快適最高 120HD ぐらいまで下げないと、M4 は発射レートが安定しないし、カクついちゃうんだよね。つまり、枠ブレが起きやすくなってしまうんですよ。ただね、射撃場とか団体競技場はこのぐらい高くしても全然問題ない。射撃場と団体競技場はめちゃくちゃ軽いから。そう、ただね、ゲリラとか出てる人はわかると思うんだけど、この木の中で M4 を撃とうとすると、射撃場は全然撃てるんだけど、ゲリラとかになるとカクついちゃうんだよね、重すぎて。でフレームレートが落ちて発射レートが安定しないと、つまり枠ブレがね起きやすくなっちゃうんだよね。なんでね、木がたかれる可能性がある方はですね、必ずと言っていいほど画質レベルをね快適まで下げて、そして解像度設定を HD まで下げるようにしてください。こうすることによってね、木中でも M4 がね無反動で撃ちやすくなります。あ、あそこに敵いる、あそこに敵いる、あれやりたい、あれやりたい。ちょっと逃げないでほしいな。これ絶対逃げるっしょ、車乗って。ほい。OK? やっての、ワンチャン M4。うわ、空港か、渋。めちゃくちゃ渋いです。M4 解説してんのに M4 使ってないって、なんか、だいぶ、カオスな動画になっちゃうけど、大丈夫かな。あ、OK。うわ、27か。M4 を使って敵いなさすぎだろう。お、なんか、伏せてる、伏せてる。いや、これ M4 で抜きたかったな。はい、OK。ナイス。なんか、やり合ってたっぽいよね。そんな気がしますね。あ、漁ってたのか。ワンチャン M4。
ガチで M4 ないんだけど、こんなにないことある？ M4 人気なくなった？もしかして。 M4 が無反応にならない設定3つ目、変な画質カスタマイズがオンになっている。こちらね、今回の動画で一番言いたいことなんだけども、こちらだね。画質カスタマイズのこれ、なんか読めないんだけど、これがね、たまに自動的にオンになってることがあるんだよね。いや、全くいじってないのにこれがついてることがあるんですよ。皆さんね、これ気をつけて、1日に1回はチェックした方がいい。なんかいつの間にかついてることあるから。で、大体ついてる時はなんか今日枠ブレするなみたいな感じで、ちょっとね、重いんだよね。なんでね、これだけは本当に気をつけて、これオフにするようにしてください。あ、山上いるじゃん。あれやろっか。なんか撃ってる撃ってる。そう、シャオも鳴ってるぞ。あ、いる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 。さあ、 M4 欲しいんだよな。やば、これ M4 じゃん。 M4、 3階建て M4 の受精したぞ。3階建てやりてぇ。ということで、3階建てやっていきたいと思います。いくぞ。 M4 ぶんどる。ミッション。さて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 、いくよ。はい、オッケー。やっていくと。ナイス。よし、来た、M4。M4 来たぞ、やっと。熱い、熱い。マジで熱い。これは激熱すぎる。さあ、シャオ乗ったよ。さあ、M4 無反応でやっていきたいと思います。行くぞ。だいぶ当たってるよ。これは絶対逃がさない。絶対に何があっても逃がしません。トリデント早いな。あ、サンクラテいる。どうしよう、サンクラテやりたいな。3階建てやるか。中遠距離で多分ね、3階に芋ってる。撃ってこないかな。ずっと芋ってんな、これ。いや、もう近距離戦してもな、あんま、なんかあんまだよな。せっかくだから無反動で倒したいんだけど、あ、これずっと芋ってるわ。まあ、じゃあやるか、近距離戦。ちょっとあんまね、微妙ですけど、よいしょ、行くぞ。はいはいはい、あぶねえ。よーし、やっていく。 M4 が無反応にならない設定4つ目、右射撃ボタンと左射撃ボタンが重なっている。こちらはね、戦闘画面の話なんですけども、これが左射撃ボタンね。で、こっちが右射撃ボタンね。で、今ボタン不使用にしてるけども、これとこれが重なってる人、これ要注意です。これね、なんかタッチバグっぽいことが起きるんですよね。でね、注意してほしいのが、ボタン不使用にすれば問題ないでしょって思ってる人いると思うんですけど、実はこれもやめた方がいいです。経験上ね、経験上なんだけど、不使用にしたまんま、この重ねててもタッチバグっぽいことが起きました。なんでね、もう必ず右射撃ボタンは上の方に、でめっちゃちっちゃく置いときましょう。できる限り触らないように。これがね、一番ベストな画面配置なのかなと思います。あ、いる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 。いいじゃんいいじゃん、この距離。さあ、撃ち合っていこうよ。無反動 M4 でやりたいんだよね。はい、オッケー。ナイス。やっていくと。素晴らしい。さあ、ション来たよ。さあ、1対1。えい。さあ、ダメージは取ってるんで、やっていきたいんですが。安全地帯は縮小しています。チャンス。ロロロ。危な。めちゃくちゃ危ないんだけど。死にかけ死にかけ。やっぱ M27 は信じれないわ。M4 しか勝たんな。 M4 が無反応にならない設定5つ目、自動命中マークがオンになっている。自動命中マークはですね、戦闘設定のここだね、アシストのとこにあるんだけども、これはオフにした方が無反動にしやすいです。これどういう機能かっていうと、例えばね、これ通常マッチとかゲリラとかだと、当たったら自動的にね、ピンが刺されるんだよね。快速ピンが、敵発見、ここに敵がいますみたいななるんですけども、めっちゃいい端末だったら全然問題ないんだけど、僕の端末とか、まあね、古い端末使ってる方は、この自動ピン刺された瞬間ちょっとね、カクつくんだよね。ちょっと重くなるんだよ。そうすると発射レートが安定しなくなっちゃって M4 が無反動にしにくいってね、ことになっちゃうんですよ。まあ、なんでね、できる限り命中自動マークはオフにしてほしいんですけど、僕はオンにしてます。なぜかというと、やっぱゲリラとかって M4 が無反動になるっていうよりかは、味方にね、どこを撃ってるかの情報共有の方が大事なんですよ。だから、まあ場面場面でね、変わってくるとは思うんだけども、麦畑とか、そういうところでね、ひたすら M4 撃ってますっていう方はオフでいいと思うんだけど、あとシングルゲリラとか一人でしかこういうことしないよっていう人は全然オフでいいと思う。あ、待って、ラスト一人見つけたかも。なんか草ゲーしてない。
草芸しない。あー気のせいか、走ってたわ。やはりボットプレイヤーどっち。オーケーナイスー。